あとこの前の武井と比嘉の試合の時に終わってから臨場からアクアペイシン自分の試合頑張ってちょうだいみたいな。正確にはそうじゃないですか。メッセージちょっとあったんですけど、まあ、これに対して、まあ、どういうふうに知ってどう思ったか。まあやっぱあれですね、チャンピオンから言ってくれる、まあ、多分前回がああいう勝ち方をしてなかったら言われなかったんです。だからやっぱ時期が近づいてきてるのかなと思う反面、まだ5戦で今年新栄翔とは思わないですが、まだ新人なのでワンキープ反省ですね。まだ待ってください。まだ気合いが気持ちよい今日まだ待ってください。もうちょっと待ってください。ちなみにあの時来てなかったですね、試合は。あ、行ってなかったですね。なんか、もっとそれは意味のある行動だったんですか。意味ある、いや、そういうわけじゃないですけど、行けなかったですね。リレーがプレーに重なっちゃって